ちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。ダウンロードコンテンツ第6弾がそろそろ来ますよね。そこでちょっと思ってることを話したいと思います。ダウンロードコンテンツ第6弾でステータスレベルが30まで上がりますよね。これ30まで上がってしまうととんでもない強さになるんですよ。もう今現状でもとんでもない強さなので、これがさらに上がってしまうとなるとちょっとぬるすぎるかな。で、これステータスレベルだけじゃなくってスキルレベルもおそらく次で全部5になるんですよ。今は3のやつがあるんだけども5になってしまうので、それでさらにぬるくなってしまう。現状のステージではね、なんかちょっと微妙な感じなんですよね。次のアップデートではステータスレベルを、任意で下げれるような設定をつけてほしいかな。もしくは、ステージの難易度をスーパーハード以上を作ってほしい。インフェルノとかそこら辺をね、作ってもらえればもう少し楽しめるようになるかと思います。現状ではちょっとぬるすぎる。やはりこのダウンロードコンテンツ第6弾が最後のアップデートになると思いますので、ここでステージを増やしてほしい。ステージ2つぐらいでいいので、なんかね、増やしてほしいですよね。このダウンロードコンテンツのキャラクターこいつらが全部出てくるような、そういうステージ、一番最後の敵が、ロジャーとかそういうやつを追加してくれればもう激アツだと思うんですけども、そこをなんとかお願いしたいです。はい、ということで今日はダウンロードコンテンツ第6弾が来る前にやってほしいことを話してみました。伝わるかな、どうでしょうか。もう本当今現状のまんまキャラクターとステータスだけを上げてもらうとぬるくなりすぎるんですよ。なのでぜひ新しいステージを追加してください。ダウンロードコンテンツのキャラクター全員と戦ってみたいです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。